リサ、またまた旅行支援が始まるみたいだし、登山でもしに行かない？どうした突然、お前そんなにアウトドアじゃないだろ。最近この湖の写真を見て、大自然の絶景を見に行きたい気分になったんだ。おお、綺麗な場所じゃないか。福島県の一切経山ってところらしいよ。山頂の湖なんてロマンあるよね。確かにこれは見に行きたいな。だが山頂の湖なら、私は宮崎県のこの場所をしたい。なんだこりゃ、なんか人工的だね。綺麗っていうかちょっと不気味だよ。そりゃまあ、大瀬内ダムというダムによって作られた人工湖だからな。私なら断然こっちを見に行きたいぜ。なんだ、ダムなんだ。でも川が見当たらないね。どこから水が流れてきてるのか謎だ。これは揚水式発電所という施設で、ちょっと特殊なんだ。中でもこの大瀬内ダムは、山頂の巨大プールのような見た目がたまらなくかっこいいんだぜ。霊夢が行きたくなるよう、今回はその魅力を紹介させてもらおう。ゆっくり土建図鑑。それにしてもこんな山頂にあるのに、一体どこから大量の水を集めてきたの？かなり不思議な感じがするよな。その辺はこのダムの仕組みを知ればよくわかるはずだぜ。大瀬内ダムは宮崎県固有郡木城町にある九州電力の小丸川発電所の施設なんだが、この発電所は揚水式発電という少し特殊な形式なんだ。まずはこの図を見てほしい。これは揚水式発電所の構造をシンプルに表したものだ。このように、貯水池が上部と下部にあって、上部貯水池から流れる水流でタービンを回すことで電力を発電できて、ここまではまあ普通の水力発電所と同じなんだが、面白いのは電力の需要が少なくなるタイミング。例えば夜間なんかは逆に電気を消費してタービンを逆回転し、下部貯水池から上部貯水池へと水を汲み上げるんだよ。この時消費される電力は、他の発電所の余剰電力を使っていて、まあ言ってみれば超巨大蓄電池みたいな役割を果たしているんだ。ああ、つまりこのダム湖って山の下の方にある別の貯水池から水を汲み上げてるってことか。その通りだ。大瀬内ダムのダム湖は上部貯水池に相当し、一応は大瀬内谷川という河川の上流部に位置しているものの、自然流入はほとんどない。これとは別に、約700メートル低い位置に石川内ダムというダムでせき止められた下部貯水池があって、そこから汲み上げた水を蓄えている場所なんだぜ。小丸川発電所は、この上部と下部の2つのダム湖の間で水を往来させることにより、発電と蓄電を切り替えながら操業されているんだ。ついでに話すと、軌道から最大出力にまで達するのが短いのも揚水発電の魅力で、この発電所の場合は、軌道指令からわずか2分30秒で原発1基分にもなる最大出力に到達する。最大出力まで数時間かかることが普通な火力発電と比べると、緊急時の発電施設としてとっても優秀なんだ。へえ、こんな面白い発電所があったのか。この形式は、小丸川発電所だけではなく、全国各地に点在しているんだけどな。ただ、一般的な水力発電所よりはかなりレアな施設と言えるぜ。普通のダムとはまた違った面白さがあるね。うむ、ではここから、小丸川発電所の建設技術について掘り下げて語っていこう。この施設の建設は、1998年から始まり、2007年から1台目の発電機が稼働、その後も強化され、2011年でようやく全4台の発電機が稼働という、トータルで10年以上にもなる超大規模工事となっている。その中でも目玉と言えるのが、やはり山の頂上、標高750メートルから850メートル付近に位置する上部貯水池の建設だろうな。大きな谷間でもないこんな場所、大量の水を蓄えられる地形が自然に形成されているわけじゃないから、まず人工的に地形を改造する必要がある。そのため、メインとなる大瀬内ダムと副ダムである金澄ダム、二つのロックフィルダムを構成して水の流出を防ぎつつ、地面を掘り起こしてすり鉢状に貯水池を造成する大工事が行われたんだ。この地形図で言うと、この青色部分が地面を切り開いた箇所で、この赤色部分が土を盛り立てた箇所になるぜ。ダムを作るだけじゃなくて、ダム湖全体を整形しなきゃいけないのか。これは確かに骨の折れる工事だね。しかも、これだけの規模になると、正確に目的の形状の地形にするのも簡単ではない。この現場では、測量員が GPS アンテナを携帯し、測定地点をリアルタイムで 3D の地形図や設計図に展開させるシステムが使われていて、どの部分をどれだけ掘り起こして、どれだけ埋め立てれば目的の仕上がり形状にたどり着くのか、システム上で管理されながら効率的に施工されているんだぜ。ついでにだが、この部分は透水性が高い箇所も存在していたから、水が地面に浸透しないようにアスファルト遮水壁が全面に舗装されていて、遮水壁の面積は約30万平米にもなる。この舗装面積は、同タイプの施設としては国内最大なんだ。こうして2006年に、縦800メートルで横400メートル、貯水量620万立米の巨大貯水池が完成したというわけだぜ。うわぁ、ものすごくお金のかかりそうなプロジェクトだ。まだまだ、上部貯水池以外にもすごいところはたくさんある。地下深くに配置された放水路と発電施設の建設も相当な規模だぜ。あれ、放水路も発電所も地下にあるの？
うむ、水力発電施設が地下にあること自体は珍しいことじゃないんだけどな。地上の環境への影響が小さいし、何より高低差を稼げるというメリットがあるんだ。また放水路に関しても、地下に構築することで内部水圧を岩盤に伝えることができる。つまり配管だけで圧力に耐えるのではなく、一部は岩盤にも負担させるということになり、この設計も水力発電所ではよく採用されるんだよ。特に高低差が約650メートルもある小丸川発電所の場合、鋼鉄の配管に加わる水圧は凄まじいものとなり、岩盤負担設計の採用は理にかなったものなんだぜ。なるほど、わざわざ地下を掘削するのも意味があるんだね。そうだ、ただしかなり大規模な地下構造物だから、小丸川発電所の立地は慎重な地質調査の上で、下降戦力岩の内部に構築されているんだ。これがその掘削工事の様子で、地下400メートルの岩盤中に、幅24メートル、高さ48メートル、長さ188メートルの空間をくり抜いている。この空間の断面積は一般的な道路トンネルの10倍にもなり、掘削は16ステップに分割して2年間かけて行われたんだ。また、掘削工事で排出される岩石は現場に建設されたコンクリート工場に運ばれて、コンクリートの骨材として現場で再利用しているぜ。環境への配慮も抜かりない工事だ。岩盤中にこんな空洞を作るのか、人間ってすごいんだな。こんな工事と並行して、下部貯水池のための重力式コンクリートダムの建設も進められているんだから、プロジェクト全体で見ると相当なスケールだ。確かに上部貯水池と下部貯水池、そしてそれをつなぐトンネルと発電所の建設を同時にこなすってやばいね。そうなんだ、揚水式発電所の建設はまさに超大工事、10年以上もの工期を要したことがよくわかるだろ。そして完成してからも10年近く経過した現在、この小丸川発電所は当初の計画とは異なる活躍を見せている。というのも、近年太陽光発電の導入が急速に進んだことで、場合によっては昼間でも電力が余るようになったんだ。じゃあ小丸川発電所はもういらなくなったってこと？そうではないぞ。電力が余って需要と供給のバランスが崩れてしまうと、周波数を一定に保つことが難しくなり、電気の品質が落ちるからそれはそれで良くないんだ。だから昼間に太陽光発電で余剰電力が発生してしまった場合、小丸川発電所でタービンを逆回転させて揚水させ、電力を蓄えるんだよ。そして太陽光発電が機能しない夜などのタイミングでその電力を使うというわけだ。これは元の揚水発電の思想とは、昼夜逆転しているんだぜ。いやいや、それでもめっちゃ重要な役割じゃん。もちろんだ、特に九州電力では太陽光発電による電気余りが早くから顕在化しているし、素晴らしい活躍だぜ。そして、融通の効かない再生可能エネルギーをうまく制御したいというのは、国内だけではなく世界的にも望まれているから、揚水式発電施設自体がかなり注目を集めている。そのような中で日本の揚水発電は先進的で大規模なものが多く、今後も電力の余剰出力抑制の切り札として大活躍が期待されているんだ。今まさにホットな施設だってことがよくわかったよ。なあ、行ってみたくなっただろ？というわけで今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうだぜ。